バービールックスを迎えしました。日本の皆さんこんにちは、アッサバービー日本語チャンネルです。今日はですね、バービールックス第4弾お迎えしたのでご紹介したいと思います。こちらです。アメリカのマッテルさんに送っていただきました。いつもありがとうございます。もう本当にね、このシーズンめちゃくちゃ待望でした。第4弾、もう第4弾なんだね。第4弾はテーマがですね、なんとパステルなんですね。で、パステルって言ってもちょっとこうジャパンっぽい柔らかい感じじゃなくってメタリックなものが多かったりして、結構攻めてて、あのドールもめちゃくちゃ可愛いんで本当に今回おすすめです。こちらです。もうね、全部いいの本当にあのウェブでSNS とかでね、あの写真ちょいちょい出てた時からもうこれは多分絶対お迎えしたいなと思ってたんですけど、まあ、送っていただきましたが、多分、私は2人目ゲットとか多分それね、服がね本当にめっちゃ可愛い。まあどれもなんだけど、もうどれもおすすめです。もう一番が選べないくらいなんで、今日はですね、全部ご紹介すると同時にですね、あの全部箱開けちゃおうと思います。はい、もうルックスはね開けてなんぼのシリーズだと思うので、はい、じゃあまず1体目からこちら20番の子、かわいい。もうルックスはね、基本的にこの今回のシリーズは全員口閉じてるね、あんま笑ってない感じなんだけど、そのちょっとこう小悪魔っぽい、笑わない感じがねまたいいんですよね。なんかこう生意気そうなのかと思いきや、でもこの子とかちゃんと可愛いんだよね。うん、でね、髪もアメリカのコレクターさんにはもう大人気のレッドヘアなんですけど、よく見るとブロンドのね、こうメッシュみたいな感じで混ざってて、すっごく素敵。うん、で21番がこのブレイズの子、いやーかわいい、やったー、ピンクだー、やったやったー。もうこれはトップスもスカートも私のミニミーちゃんがもう絶対に借りたいやつよね。うん、ドールもかわいい、最高です。で靴がねまたかわいいんだ。これが箱開けるときにちゃんと詳細お見せしますので、はい、お楽しみに。いやー、もうこれは実はですね、もう私今この吹き替えしてる時点ではもう2体目を迎えしてますね。はい、で22番がこのピクシーなの子、この子はプチボディだね、かわいいね。この子も私これね、お友達に似てるんだよね意外と日本人の方でこれミニミーいけそうな方いるんじゃないって思うよね。うん、いるよねこういう子めっちゃ可愛い。これさ、後ろの写真とだいぶ違うよね髪型。これブラシで溶かしてこうなるっていうレベルのもはや違いなんですけど、まあこんな感じでやっぱりね、写真と実物違うこと多いんで、やっぱこうやってね見せるの大事ね。うん、で23番の子がブルーなんですが、いやこの子もドールめっちゃ可愛いんで、はい、後で詳細見せますね。で24番がこの子が前評判では一番人気なのかなって感じでした、アメリカではね。うん、このお顔がシモン、このフェイスモールドと、もうこの髪もいいよね。私この高校生の時こんな髪だったよ白メッシュみたいな入ってさ顔がいいんですよね、この子の。ちょっとこうお目目があんまり大きすぎない感じがね、最高に可愛い。うん、この子はカービィちゃんです、ちなみに。はい、で25番最後がケンです。このケンはめっちゃジムに通ってるタイプのケンだね。髪がもうプラスチックじゃなくてちゃんと毛の時点で合格だよね。うん、イケメンですちゃんと。
めちゃかっこいい。だし、この T シャツとかもね、こういうのはオーバーサイズで、バービーに着せれるんでね、私は好きです。はい。じゃあ、この6体。箱開けていきまーす。じゃあ、まずは20番のこの子から。いやー、かわいいねー。で、まあ言わずもがななんですが、バービールックスのシリーズは全部ビルさんが、ビルグリーニングさんがデザインしております。はい、この子はアンドラフェイススカルプ。もう私はね、顔型当てるのすごい下手よね、うん、もうねいやもう逆に本当にデザイナーさんたちがすごいなって思うんですよ。うん、こんなにペイントの違いで顔こんな違って見えるのって思う、うん、かわいいね。このフェイスモールドはやっぱりこう笑ってなくってもちょっとこう丸顔な感じがね、可愛く見せるんだろうね、うん、でこの子はもう私はまあうちのバービームービードリームハウスに絶対置きたいんですよ。というのがハリネフちゃんに似てませんか。こんなね、前回のウェイブのこの子をハリネフバービーに使うつもりで私は撮っておいたんですが、このアンドラの方が似てるね。うん、髪の毛の色もこっちの方が近いし、ハリネフさんのね、普段してるメイクとかもこっちの子の方が近い感じ、うん、なのでこのドールハリネフバービー決定。はい。でちなみにお洋服はメタリックのペンシルスカート履いてて、これがねパープルとピンクのちょうど中間な感じで、ブーツがめっちゃ可愛い。これのピンク欲しいわ出てくんないかな、うん、でルックスは基本ネイルしてないんだよね、うん、塗ってあげないとね。はい、次の子がこの子、ピンクの子ね。いやーかわいい。私はね、もうほんと実際にもなんだけど、ブラックの女の子がピンク着るのが一番似合うよねで、もう私の持論ね、うん。でフェイススカルプハイディです。これもさ、ハイディって私は言われなきゃわかんないね、うん、超可愛い。ブレイズも、うん、いい感じだし、ベイビーヘアが、産毛がね、ちゃんとペイントされてるのが好きだよね、私、うん、このブーツ見て、超可愛い。これ私実際に持ってそうじゃない、うん、持ってるでしょいやー、これ絶対うちのミニミーが欲しがる、うん、超可愛い。もうこのデフォルトのこのお洋服のまんまでもいいんだけど、いろいろやっぱりね、着せ替えてなんぼ、組み合わせてスタイリングしてなんぼのこのルックスのシリーズなんで、まあお洋服変えちゃうけど、うん、いやてかこれはねもう一セット欲しいよねやっぱりね、うん、なのでもうすでに2人目をお迎えしています。はい22番ピクシー、この子がこのメタリックのちょっとホロっぽいね、うん、このジャンプスーツが超かっこいいです。フェイススカルプはビクトリア、これはね分かったね、ビクトリアってね、うん、特徴あるよね。でめっちゃ厚底のサンダル履いてる、うん、かわいいね。はい、23番、この子はブルーのこのドレス似合ってるよね。まあピンクとかも着てみたいけどさ、うん、これリーナね、ちょっとこう若干エラが張ったようなスカルプ、こういう子いるんだよね LA に、うん、見るよウエストハリウッドで サンダルはストラッピーサンダル、ブルーのね。いやー、この下まつげたまらんね、うん、かわいい。
回あれだね、トールボディいなかったね、うん、はい24番シモン、いやーかわいいわほんと。うん、私はこの子はオリジナルボディの方が似合うかなって思うね、うん、カービィボディの顔じゃないな。このドレスさ、ちょっとベッツィ・ジョンソンっぽくない？私はまあ上にレザージャケットかデニムジャケット着てたいな、うん、かわいいね、めちゃくちゃかわいい。前髪パッツンも超いい感じよね。でこの靴もかわいい。これはミニミーが借りちゃいそう、うん、で最後ケンです。これはねあの他はオリジナルのケン でボディがバフマッチョ、マッチョのケンの、うん、通りで期待せとうと思った。いや髪ね、この本物がいいよね。で、あの横もさ、反ってるところフェルトじゃなくて、ペイントでしたね今回。靴がね、普通の靴かと思いきやちょっとブーツなんだよね、うん、いい感じ。はい、この6人です。バービールックス第4弾、もう最高、こうピンクおめでたまらん私は。パステルって言ってもね、結構攻めてていい感じよね。メタリックおめなのところが、うん、なかなか素敵。いやー、ピンク好きにはたまらないシリーズですねこれは本当、うん、でやっぱバービールックスは箱開けていっぱいいろいろ着せ替え楽しむのが絶対楽しいよね、うん、で私は実はですね、早速着せ替えてみました。こんな感じ、やばいでしょ、可愛いでしょ。もうこのシリーズ超おすすめです。最後までご覧いただきありがとうございました。アサバービー日本語チャンネルでした。